事なシーン。あ、お腹すいた。だからさっきあれあの定食、定食、ソーセージ定食、ソーセージ食べればよかったね。そうや、その時だから自由に食べさせて。違う、政治の壺がある。あ、襖絵、うわあ、見事な襖絵や。なんか波の、波の位置、なんか波の方向が変やけどな。一応かなんか富岳36景みたいな。そうですね。ああ、こんなとこにいたよ、久しぶりやね君。あ、なんかなんか、あ、食べ物くれんねや。ソーセージ、ありがとう。やっぱりな、君ちゃんと義理人情分かってるよね。食べてごらんみたいな、骨付きソーセージみたいな感じな。早く食べないと。あれ、受け取れない。問題ほら、だからネズミを食ったところから人生が誤ってんの。やっぱり問題のシーンですけども、いや、これ問題のシーンなんですか。うわそうか、なんかおかしいなと思ってて。そうですよね、だってソーセージ持ってんのに。そっちと見せかけてうわ、いや、だから僕たちね、もうほんま絶対ね、あの、生きたまま食べやんとこな。なるほど。生きたまま食べたら僕たちもそうなるかもしれへん。あ、違う、変なこと言ってるけど、そうじゃないと満足できなくなっちゃうみたいな。いや、だからレクター博士も人間を食いたんじゃなくて、生きたまま食べたからそうなったんちゃうか。あ、そんなことでレクター博士に怒られるけどうーわー、いや、子は死肉を食べるのはあるタブーを犯してはいけないからかもしれへんよな。あ、いや、怖い、もうどんどん怖い連想が浮かんできて、なんか昔、今はそんな食べたらあかんねんで、あれスローウイルス感染になるって言わねえ、はい、それも本当か嘘か知らんけど、あの、生きたまま、昔ですよ、なんかと同じような風に言ったら、あの、生きたまま猿の脳を食べるっていうのが最高級料理とか言って、はいはいはい、一時期日本人たくさん行ったんですよ、はい、ほんなら、こんなこと言ってへんかな、もう絶対これであれやわ、もうあの登録者数が減るあまりにひどいから、なんかこう繋がれてて、お猿さんが、はい、ほんで下にこういられてんねん、はい、キキキとか言うてんねん、はい、ほんでそれをこう上から脳みそをそのまま食べるっていうのがよく言ったって言うんですよ、はい、ほんで脳っていうのには痛覚がないから、全然この猿は無自覚なままで食べているにしてもらって、途中からギャーとか言うて最後死ぬと。でもその生きたままの脳を食べるのがもうたまらなく美味やと、ね、ところがそれは生きたままやから、そこにウイルスがあって、そのスロウイルス感染で後で何年も経ってから脳炎かなんか起こしてその人が死ぬみたいな。これ本当に今も同じことが言われてるかどうかは知らないけど、僕が医学部時代にそういう話があって、絶対あの、そういう珍味料理を食べてはいけませんとか言われたけど、あとレクター博士のハンニバルで最後、その羊の肉、あれはボイルしてると思うよ、はい、あれは生かな、羊の肉をこう、あの脳を食べてるんですよ、はい、ほんなら隣に小さい女の子がいて、おいしそうやなと思って見てるんですよ、うん、ほんならレクター博士が、君も食べてみるかい、でもそれは本当は人間の脳なんで、そんなすごいシーンで終わるんですよ、はいはいはい、なんかそんなんとかいっぱい思い出しましたうわ、でもね、あれ食べてみる会でやっぱり誘ってるわけですよね、 その世界に、そう、うん、そう、食べてみる会っていう世界、うん、つまり人間を食べるものは人間以上の食物連鎖の頂点に立てるっていう意味なんですよ、はいはいはい、私はもう人間じゃない、なぜならば人間を食べてるから、うん、それは食物連鎖の頂点やと思われてる人間の天敵に自分はなったということなんですけど、うん、それとはちょっと別ですね、これは。そうですね、だっで、いやだから、うわー、シックスってこういう世界に迷い込んだ子なんや、生きるためにな、生きるために自分を救おうとしたこの三角棒をの方を食らってしまうわけや、でそれは生きるためではなくて、生きようと思えばソーセージを食べるはずじゃないですか、はいはい、そうじゃなくて美味なものを食べるんやな、その
微妙なものの涙を食べるんやな、もっと言ったら。あ、恐ろしいな。つまりは苦しみというものが栄養源になってるってこと、うん、これどんどん怖い怖いな、強迫性ってそういうとこあるよな、うん、苦しみを見たいみたいなね、うん、うわー、それってどうなんやろう。つまりどっか 中毒っていうのはその苦しみに耐性ができて、苦しみのなんか連鎖の中で生きることが状態になるっていうことだもんね。なるほど、うん、これすごいな。もうちょっとある種やばい問いやんな。まあでもそれこそこのね、お店のお客さんと一線を画したということではありますよね。お店のお客さんは出された料理ばっかりを食べている。うん、でもシックス時代が狙われてたからね、はい、お店のお客さんと同じになったということですよね。ああ、そうかそうか、そういうことなんだ、うん、そうお店のお客さんもそうか、シックス見つけたら食べちゃいますよね。だから同じになった、同じになってん、そうか、感染してんねん、もう完全に。でも感染したんじゃなくて、もうお腹が空いて空いてしょうがないから、ネズミを食べた時に踏み越えたんやんな、うん、踏み越えたんや。なるほど。でお店のお客さんもシックスを狙う、シックスじゃなくてもシックス自体が生き物を狙うと、うん、で生き物っていうとも人間、あ、だからもう明らかに彼らはどうなんやろうね。あの船の中にあるもう鈍色の虜になってる人間たちの前にネズミが出てきたら、ネズミを彼らは食らうんやろうかね。あ、それがどうか。そうそうそう、それがどうかとか、なんかいろいろ考えさせられるよね。はあ、じゃあもうシックスは、いや、これはまあもちろんそうやんな。シックスはこの三角棒の妖怪っていうか、まあ、三角棒のノームというか、ノームっていうの、はい、まあ妖精ですよね。ノームを食べたけど人間だったら食べるのかとかね、うん、そこがあるよね、はい、でも明らかに死肉よりは、そんな調理されても死肉よりも生きた肉を食べたいっていう欲求はあるっていうことは事実やんね、うん、でも生きた肉を食べたいのは新鮮だから食べたいのか、うん、それとも心理的にそれが食べたいのかっていうことやんね、はいはいはい、ほんでレクダー博士が生きた人間の肝臓を食べたいのは、うん、明らかにそこがもうボーダーなんですよ。生き生きしてるんですよ、うん、生きた肉を食べるっていう、その人間を食べるという心理的快感にもむせいでるんですよ、うん、そして死んだ肉もよりも生きた生の肉も食べたいっていうのがあんねんけど、でも実際にレクター博士は死んだ人間のキドニーを料理して自分を追い詰めて、ちょっと疑いを持ってる警部と一緒に食べるっていうシーンがあるんですよ、うん、これはハンニバルっていうドラマの方、はいはいはい、あのマツ・ニコルセンやったかな、はいはい、が演じてるドラマの中で一緒にその腎臓がなんか食べるシーンがあって、だから決して生肉、生きたままの人間を食べたいっていう欲望だけではないんですよ、うん、でしかもその生きた腎臓の肉を自分をが殺人鬼じゃないかと思って疑いをかけている警部に食べさせる快感にどっかむせいでるんですよ。だから多分に食べるっていうことは心理的なことやと、うん、で心理的なことが食べるから料理なんかにもものすごく興味があるわけ、うん、それは心理的なことやってくる。食べることは栄養をつけることではなくて、もや心理的な快感を得ることや、その最高の心理的快感が自分のことを追い詰めようとしている人間を知らない間に同族にさせている、はいはいはい、まさに人間のキドニーを食べさせてるわけやから、追い詰めてる警部、あの確か黒人のなんとか有名な俳優さんですよ、はい、要するにレッドドラゴンの主人公のさらに上司に食べさせるっていうシーンが出てくるんですけど、ドラマの中ではね、だから多分に心理的なもんなんですよね。で心理的なものの中で彼が一番気持ちがいいのは、自分は人間を超えたっていう快感なんですよ、うん、人間の捕食者になったと、うん、でしかもそれは神にもなるし悪魔にもなったっていうことで、
それを自分を追い詰めて、俺は人間だ、人間の正義だって言ってる彼に、もはやお前は踏み越えたんだっていう、この快感にむせぶっていうね、はいはい、なんかそこら辺の、はい、そのボーダーを行き来する、はい、あのことにものすごい、そういうとこにちょっと肉薄してる感じがしましたよね。でも僕はどうなんや、僕はなんか直感的にはこのままの子供の状態の時には人間を食べれないと思うんですよね。あ、でもあの怪物なんでしょ最後、はいはいはい、あの時には人間食らうよね、うん、だから潜在的欲望としてあるっていう、うん、そこら辺のところがすごく面白くてゾクゾクしてて怖いとこじゃないやろかな、うん、これも完全に人間を食らうって言ったらもう鬼になったんや、うん、鬼の世界に完全に行ったんじゃやけど、そうじゃないあたりをうろついてるから余計怖いよね、うん、なんかそんな感じがしました、はいはい、すいません、なんかうだうだつまらないことを言いました。耳をつけさせていただきます。ソーセージ落ちてるんですけど、食べないです。食べない。食べてほしいなと思いますけどね。いや、だからやっぱりただ単に生き物を食らうっていうんじゃないな、なんかその時に自分に何かをしてくれた人間を裏切るっていうか、うん、なんかそういう快感にも目覚めてる可能性あるよね。裏切りの快感。そう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 。自分に善意を持って、これ食べたらってきて、でも一方では気まぐれじゃないですか、うん、ペアって逃げたりもする脳もいるわけじゃないですか、はいはい、そういうものを、その可愛いものでも自分の思い通りにならないものを、あるいは自分から逃げる、でも一方では自分に善意を持って自分を救おうとするもの、その気まぐれさ、そういうものの中にたまらない、なんか生き物の愛情を感じて完全に自分のものにしたいっていうので食らうみたいなね、なんかそういう極めて心理的な食欲みたいな、うん、支配欲求やんな、はい、なんかそんなものも感じたりしますよね、はい、だからもう食欲じゃないよね、ただ単なる、うん、どんどんある意味だから進化していってるんです。うわ、お母さんいるだよ、お母さんっぽい、あ、しまった、政治がある、やっぱりこれ結構高い階層やんね。さっきからこっちまでたどり着いたんや。うわー、これでお母さん、お母さんが自分を食らうのもやめてや。もうそんなんだけはやめてや。お母さんでも後ろ姿も美しいよね。あ、いない。せっかく自分がもう食人鬼に近くなってまでもお母さんを求めてきたのにお母さんいなかったね。お母さんは今エレベーターで行っちゃったので、もう見かけて。すれ違いか。すれ違いというか、同じエレベーターなので、多分はこの先にいるんではないかと。あ、すごいね。追いかけていったわけやな。そうですね。あれ、影があるよ。影が映ってた。影というか、そうですね。あの、なんか、あの、こうマネキンみたいなのがいっぱい。あ、そうなんや。そういう階層なんや。あれ、向こうの絵が不思議な絵があるね。はい、戻りますか。これですか。これこれ、船、船かな。船の影みたいな、なんかね。そうですね。何を描いてるのか。船っぽいですかね。船っぽいですね。それでなんか、肖像画があるね。はい。ちょっとこれは見えない、ね。見えない、見えない。これは見えないですね。でも次の部屋に行くと肖像画がはっきりと見えるでしょう。これ目や。あ、あ、再びバックベアド。バックベアド。バックベアド、めっちゃ下見てる。紫の館やね。いかにも生めかしいね。わあ、またバックベアド。もう完全に俺バックビアードって言っちゃってるけど。こういう階段の作りって出てくるね、よくね。素直に上に行かないで一遍踊り場があって、
あ、なんか隠されてるね、そうですね、絵が。これいかにもなんかね、わざとらしいよね、うん、女の子かな、うん、女の子の肖像、女の子の絵を隠してる、ね、うん、フリルのスカート履いてるね、ジョッキ着て上着かな、あ、こっちにもなんか、うん、波間に、そうですね、島、島みたいな、島と塔、あ、またなんか影がある。ねえ、なんかお母さんのダミーやな。はい、あー、いた。うわ、すさまじいな。なんか歌ってる。なんか、子守歌的な感じやんな。すごいな、すごいな。なんかやってるな。なんか鏡の前で、なんか手に何か持っている。髪の毛を持っているんですか？髪の毛を解いてる。服飾業？この人。なんか見つかったら殺されそうな気がしてきた。そうですね。殺される気配はすごかった。ほらほら、ベッドや。なかなかやんごとなき人やな。貴族のベッドみたいな感じやね。あんだ、まあ、逆に言うとこの船にあんだけのお客さんを呼んでるわけなので。ああ、またこれや。そうか、だからこの家のこの船の持ち主的な。そうですね。散々大衆を、あ、来るで、これで隠れやなんか来ちゃうかなと思って来るんですけど、もういないんですよね。はあ、不思議なことだし、幽霊や。しかも鏡があれ割れてるね。割れてますね。はあ、割れた鏡の前になんかで、わざわざ髪を溶かしてんね。だ、昔鏡を割ったんやな。だから亡霊じゃない、やっぱり違うの。で、同じ、これも同じ行動をとってんのちゃうの、お菊の亡霊みたいに。自分の顔怪我したんかな、全然分からへんけど。いないね、消えてる。あの壺を割った途端に消えたんやな。そういうのも亡霊的やね、なんか。入った。この奥にいるんか。あ、やっぱり割れてる。鏡全部割れてる。お、音が怖いんですよね。なんか来る。違うか。いよいよなんか知らんけど、でもクライマックスになってるやん。そうです、わかんないですけど。そうやね、そうやね、もう分からへんねん。やられちゃう。なんかお母さん、あんなすっごいなんか、あのレストランでさ、みんなを太らせてさ、いっぱい金巻き上げてさ、なんか大衆を完全に中毒患者にさせて、自分はスッスルッとして、なんかファッションを楽しんでんねんな。ところがなんかで大怪我すんねんな。なんか愛欲のもつれかな。ほんで顔に大きな傷を負って、もうこの顔私じゃない、ギャーンギャーンってやって、なんか死んじゃったみたいな、そんな亡霊として生きてるみたいな。いや、もうありていの分析、ありていのストーリーです、すいません。でもそんな感じやんな。あ、来た来た来た、またすごい、もう中空を飛んでくるように来るね。
よかった。あ、扉は抜けられへんねや。そうですね。ああ、よかった。抜けれそうなんですけどね。そう、怖い。抜けれるかもしれんから、怖い。はい。また割られてる。ほら、やっぱり鏡全部割られてんねんって。だから自分の顔見んの怖いねんって。顔見たくない。顔見たくない、もう明らかに。自分はもともとものすごく美しいと思ってた人やねん。だからこれだけ服持ってんねやろ。ここは昔だから舞踏会に使われたような大広間かもしれんよね。そうですね。でも、もうもはや自分の顔に傷を負ってしまって、もう舞踏会でけんようになってんねん。全部勝手に想像してんねんけど。割れてない鏡が一つ。あんねや。あったんですね。うわ、小さい鏡や手鏡みたいな鏡やね。これで見せたら、ギャーって死ぬの？違うか。最後の戦い。うわー、すごいなぁ。消える、やっぱり。もう、ゴーゴンの物語を思い出すよね。ゴーゴンとペルセウスやったっけ？ほら、やっぱりそうや、自分の顔見たら怖いんや。すごいなぁ。すごい、もう神話やな。神話です。盾を鏡にして戦うんやんな、はい、メデューサやったっけ、ゴーゴン、メデューサやね、ゴーゴンはそれでも死なないもんね、メデューサは死ぬんやんね、メデューサでしたね、そうそう、ほんでメデューサが石にしようと思って睨んだら自分の、はい、睨みの魔術で自分が岩石になってしまうんやんな、はい、明らかにその神話をモチーフにしてますよね、これは。そしてメデューサの生首を切って、その生首を、お化け、クジラに見せてクジラをやっつけるって、そういう話やったっけ、ね、いやでも鏡でなんか見せるやつもありました、ね、うん、ありましたありました、なんか両方あるのかな、ゴーゴンの方なのかな、ね、ほんで自分自身が石になってしまうっていうパターンがあって、はい、もう一つは石にならないから、はい、あの見ないようにして、その鏡で姿を見ながら首を切るとか、そんな話もありましたね。ごめんなさい、なんか話がこっちゃこちゃになって、でも鏡を使って相手の魔力を封じる、あるいは鏡を使って相手を逆に石に変えてしまう、あるいは殺してしまうっていう物語は、明らかにギリシャ神話のをモチーフにしてるんじゃないかと思いますよね。すごいすごいなあ、鏡って日本でもご神体の重要な一つやもんね、もうまさにこれ鏡ご神体やんな、三神の神器、ほんとほんと、八田の剣なん、はい、とかの鏡は、あと我が玉と、はい、はい、あ、とうとう割れちゃった、やばい、武器がなくなった、うわ、こんなんで済まされへんやろ、うわ、武器なくなっちゃったよ、あ、なんか苦しそうにしてる、苦しんでる苦しんでる、女の人伏せってるな、あ、向こうもかなり敵図をおったんやな、手負いや、髪の毛がこうなってんのか、うなじが見えてる、お腹が鳴ってる、ほんでお腹、わ、ほんで食べちゃうんやこれ、嘘やろ、やばいな、やばいな、このシーンは、なるほどな。
別物語、自分がそうなるっていう感じやな。あ、別物語ですね。うん、おう、なんか堂々と歩いてる感じがしてきた。ああ、またこの鈍色街道、新しいパワーがついてるから、みんな見た途端に死んじゃうんだから、すごいな。この遺体の処理はどうするんやろな。すさまじいパワーを持ち出したんや。これで船の底から外界に出ていくっていう話か。そうですね。外界やんな、光は外界の印やもんな。船から出るというか。でも決して出られないよね。だってあの女の人食らっちゃったもんな。はあ、すごいな。あ、来た。仲間壊れちゃってるんですけどね。そう。あんまりそういう風な文化の継承はないねんな、こいつ。なさそうですね、うん、怖いと思ってなさそうです。もう怖いと思ってなかった。なんだろうってちょっと興味本位で見てる感じやな、うん、はあ、面白すぎる。ああ、これで終わった、はい、あ、意外に早く終わった。はい、ということで一応終わりなんですけど、どうですかね。まあ、でもこれも継いでいくっていう、だから2と一緒って言えば一緒ですよね、はい、そうです、そうです、はい、その魔物を継いでいくのは実は、うん、まあ、少年少女が、はいはい、ね、そうやって連鎖していくっていうのは、うん、だから1をやってる人は2を見てデジャブっていうかね、はい、ああやっぱりこうなるんやっていう感じでしょうね、はい、うん、ただその時ね、その時にシックスは2で倒されたんやったっけ。シックスは、はい、あの怪物化するよね。一番最後でもそう、怪物化の後で救われて元のシックスに戻って、そういうことやね。で、物を最後崖みたいなところで手を離して、うん、でシックスは明かりの方を歩いていって出ていくんです。あ、でそこで一応終わりなんですが、これ実は僕は前回のプレイの時はやれてなかったんですけど、隠し要素全部集めると一応マルチエンディングみたいなものがあって、でそこではそのおそらくそのものを手放した後のシックスであろうシックスがこの、この船の名前があるんですけど、そのチラシみたいなのを見てるっていうシーンで、チラシを見てるってことはこの船に乗ってみようかってこと、うん、なのかちょっとわからないんですけど
以前乗ってたのか、まあでも時系列から言うとその後に乗ったのか、うんうん、というような匂わせるような感じになる。でもあれやな、一番初めシックスはあのレインコートを着て出ていくときにあの女の人の元から出ていったよね、ワンでは。ワン。あのこのストーリーの一番初めでは、はいはい。一番最初だから最初からレインコート着てますからね。まあね、その時には女の人はとは出会ってなかったわけ。女の人はオープニングでレディが振り返ってくるっていうのはシーンは。そうやんね。ありましたけど、あれが。シックスが見た風景なのか、まあ、観客である我々が見た風景なのかはちょっとわからないですね、うん、始まった時はシックスはなんかハッと目が覚めたらなんか真っ暗なところにいて、でなんかライターで火をつけてるだけなので、まあでも人が生まれるってそういうことやからね、はい、生まれた時の記憶っていうのはなぜか人間は消されるから、はい、物心ついた時に私がお母さんよ、私がお父さんよっていうことを信じるしかないわけやから、はい、そうですね、本当のこと言うたら父親と母親ってどこにいるんだろうって僕のもう10歳ぐらいまでのテーマやったからね、はい、この人たちが自分の父親と母親であるっていうことをどうして自分は信じたらいいんだろうってずっと僕は思ってたからね、きっと父親と母親は自分のいないところでは止まってるという幻想をずっと小さい頃から持ち続けてたから、それはすごくよくわかるんですよね。だからはって言ったところにそこにいたっていうだけのことなんですよね、シックスにとって。それが母親としても、でも結局は最後その母親を喰らわないと自分は生き延びられないっていうことでしょ。だって生き延びその母親のパワーをなんか睨んだだけで殺してしまう、そのパワーを手に入れて初めて、はい、肉塊のお化けたちの中から救われて、はい、船から出て、はい、まあ、行けるわけやからね。一応船の名前はモウっていう船らしいですね。モグ、モウ、モウっていう。モウ、はい、もうちょっとその意味はちょっとよくわからないです。一応ね、エンドロールの後のシーンが難しかったと思うんですけど、一応こういうシーンで終わるんですね。ああ、それがあの絵や。そうですね、あの絵だと思うんですよ、ね、あの絵そのものや。あの絵を縦から見たり横から見たりしてる、はい、あの絵ありましたよね、はい、これがエンドマークですか。そうですね、ということはあの光は船じゃなかったんや、うんうん、この内側からで外側から見たらこういう場所ですっていうことでしょ。そうですね。だからここに出ても全然救いないね、うん、ね。ね、どういうことなのか。さっきまで船に乗ってたはずなんですけど、これ自体が船なという意味なのか、うん、ちょっとよくわからないですね、うん、こういう島なのか、うん、でもどちらにせよそのピュッと立ってるのがシックスでしょ、はい、だからシックスはここに出てきたと取るのであれば、はい、シックスはまた元に戻るしかないよ ね、 そうですね。で戻ったらあの女王になるわけや、はい、女王になって生きていくね。で女王になって、まあ、生きていくんやけども、そのずっと奥にはやっぱり船の世界があって、はい、でその船の世界に戻っていくとまだシックスに戻って、はい、でその船は沈んでんねん、はあ、だからその中では死を待つ、なんとか脱出しなければならないシックスに戻んねんけど、はあ、それを経ていくと今度はまた鈍色で自分が何人々から生き血を吸って贅沢な生活をしている、はい、でもその贅沢な生活の中でお互いが欲望の対象になってて、その時に傷つけられたかなんかで自分に傷を負って、はい、そして自分も死んでしまうか、はい、あるいはもう妖怪変幻になってしまって恨みだけの世界になって、私は美しいはず美しいはずで、ほんなら鏡の中でガーッと切り裂かれた自分の顔を見たらそれを割る、はい、そういうようなもののけみたいな自爆霊みたいな世界に、まあ、なっていくと。それで、そのもう両方をこう循環してるっていうか、うん、だからこの出口っていうのは出口に出たと思うけど、これはまあある種あの世かもしれへんねんけども、やっぱり出口がなくてやっぱりまた現実の世界の中に戻っていかなあかんっていう、そういうことじゃないんかな、はい、また入り口でもあると。そうそうそう、うん、結局はそこでもう一遍記憶を失うのかもしれへんね、うん、出た瞬間に記憶を失ってあれってまた戻っていくみたいな、うん、そうかもしれへんし、つまりは出口なしですよね。なるほど、うん、
そんな感じには見える。でも一方ではこれがまるで嘆きの壁みたいに、うん、その、煙突みたいな、要するに天に登っていけますっていう印であったりするし、はいはい、そこに救いがあるのかもしれへんけど、極めて宗教的な意味を持ってるモニュメントですよね、うんうん、あ、レディの部屋にこの絵もありました、ね、あった、うん、だからここを求めてることは事実なんやけど、うん、ここから次の世界に行く術を知らないのかもしれんよね、うん、明らかにここは宗教的な モニュメントで、うん、何かの拍子に天へつながる、うん、出口が生まれたり、あるいは海が割れたりするのかもしれないんやけど、その方法を獲得してないのかもしれへんよね。なるほど、うん、明らかに古代のモニュメントですよね、うん、でここに救いがあるはずやねんね、うん、救いがなければこんなところにあの塔を建てたりしないと思うんですよ、うん、あるいはこの全体の文化遺産がもう沈んでしまって、アトランティスとかムーみたいに沈んでしまって、悲しいことにこの、神の神殿の一部がただ残ってるだけかもしれへんけども、うん、どちらにせよこの柱は救いのはずですよね、うん、救いの、もうもはや救いでなくなった残骸かもしれないけども、一方ではここから新たな旅立ちができる何かの奇跡が起こるモニュメントかもしれないわけですよね。でもどっちにせよ昔のこの海が沈んだアトランティス、ムーの大陸であったって、やっぱり人々は救いを求めてこの神殿を作ったはずやから、どちらにせよ跳躍する神殿の一部であることは事実ですよね。でもそこで何を得たらいいのか、そのヒントが6にはないんですよね。そこまでたどり着いたのに神殿で祈る祈り方を知らないっていうか、うん、でだからそこで気を失ったっていうか、まあ記憶を失った6はまた戻るしかないんですよ、ね、そうか。これあの横に階段があって上の塔に行けるようにも見えるんですけど、なってますね。あの6はこのでもドアの方戻っちゃうかもしれない、うん、うん、まあ、戻っていくんでしょうね、うんうん、でも別の救いがあるはずなんですよね、うん、なるほど。そういう謎解きが終わってないっていうか、うん、そんな感じにも見えません。はい、うん、すいません。いえいえいえ、面白い。まあこれでリトルナイトメアはちょっと感想ということでしかもこれこっちから撮ってるのは船から撮ってるから、こう揺れてるでしょ。あ、こっちから撮ってるのも船やね。だから船がもしかしたら近づいてきて、そこに乗ってまた物語が循環していくのかもしれんし、うん、なるほど、うん、だって明らかに撮ってる側の、撮影してる側、見てる側の人間は船から見てるからね、はい、すごいね。どこまで行っても循環していく、うん、でも一方で救いをただ一枚の絵でこの塔一つで、うん、引用はしてる。なるほど、救いはある、あるはずだ。すごい話やなこれ。誰がこんなすごい話、ほんまに最高やんなこれ。でこれは映画では絶対できないよね、このオープンソースっていうのは。ゲームやからこそこういう長いっぱなしジャーマンができるんで、映画やったらもうちょっとつじつま合わせて、はい、悪い人間は倒されましたとか、はい、あるいはあのいい人間は救われましたみたいな、まあ、ショーシャンクのお金みたいな、はい、まあ、大好きな映画ですよ、はい、僕7回ぐらい見てますけどね、はい、でもこれゲームやからこそこういうある種もっと広がりがあって、想像力でしか保管できないような中でも置いとけるわけですよね。だから新たな形態ですよね、クリエイティブな新たな形態ですよね、これが、はい、リトルナイトメアはこれで終了ということでいやー、なんかもう当然消化資料不良で、これを無理やりこんなやったら小さな物語になるから、そうですね、こうやる必要もないんやけど、この消化不良感が、なんかずっと続く物語になってるよね、なんかね、うん、まあ、おそらく3も作るという話なので、うん、その時はぜひ、いやー、本当に OE もこんな物語にしたいはい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、面白かった。ありがとうございます。皆さんもお付き合いありがとうございました、はい。名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。
僕が死ぬか番組が終わるかみたいな。